この話は遠い昔のことです。まだ誰とも話をしていません。映画こだわりラーメン本舗という作品に出会った時、私はこの出会いは兄が結びつけた運命の糸だと思いました。今振り返ると、私が女優になったきっかけも亡き兄が導いてくれたことだったと思います。兄には自分の分まで精一杯生きてほしいという気持ちと、自分は確かに存在していたんだということを忘れないでほしいという思いがあったのだと思います。なぜ退職に至ったのか。当時は勤務していた校長先生にしか真意を伝えられなかった。周囲の先生や友達、知人からは辞めるのはもったいないと言われた。こんにちは。こんにちは。はい、今日は、新海さんをお呼びして、はい、その新海さんの俳優人生、はい、ちょっとお聞きしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、まあ、新海さんは僕の映画に出てくれるんですけども、はい、その、まあ、聞くところによると、はい、女優をやる前は小学校の先生だったと。はい、それが急展開して女優になって、はいはい、小学校の教員をしてそれを体感、うんうん、それでまあそのなぜかっていうと、その別に俳優さんをやりたくて辞めたわけじゃないわけですよね。あ、そうですね、はい、どっちかっていうとそのお兄さんの亡くなったことが、はいはい、そのまあきっかけっていうか、そうですね、ですね、じゃあお兄さんが亡くならなければ今でも続けて、まあ、続けてたと思います。なぜかというと、先ほどもお話ししたように、うん、子供が2人いまして、うん、長男と長女がいるんですけど、うん、2人いて、うん、保育園に通ってたんですね、うん、で小学校に勤めてる時は、うん、その送り迎えを、うん、父と母に頼んでいまして、はいはいはい、私性格でしょうか、うん、申し訳ないと思った。うん、そうですね、うん、それで、ちょっと仕事の忙しさにかまけて、はい、任せちゃってて、他人はまあ押し合っちゃったというか、あ、そうですね、良くないと思っちゃった、はい、うん、僕だったら別にお父さんお母さん喜んでやってくれるなと思うんだけど、そうでもなかった。いや、今考えるとそうかもしれないんですけど、うんうん、もうその時は、うん、もう本来ならやっぱ親がちゃんとやるべきことじゃないですか、うんうんうん、それをまあおじいちゃんおばあちゃんに任せちゃってっていう、まあ、押し付けちゃったと、はい、なんか自分は仕事ばっかりやって、うん、はい、そっちはやってもらってみたいなね、はいはい、手抜いてるみたいな感じで、すごく申し訳ない気持ちがやっぱり起きたんです。そんな矢先にお兄さんが、うん、まあ、亡くなってしまったと、はい、それはどういう感じで亡くなっちゃったんですか。しばらく病院に入院してたんですけれども、うん、外泊っていう形で家に
帰ってきて、その病院っていうのは精神を病んだってこと？あ、そうなんですね、はい、まあ、僕と同じですね、はい、はい、で外泊で自宅に一旦家に帰ってた、はい、はい、年に何回かこう帰ってきてたんですよ、まあ、もちろん精神病院みたいなそういう、うん、はい、はい、来てたんですけど、うんうん、でその最終的に帰ってきた時に、うんうん、ちょうどあの家から見える公団の団地の忘れもしない8階なんですけど、うんうんうん、そこからちょっとダイブしちゃったと、はい、なるほど。そうしてそのダイブした時に、まあ相当苦しいと思ったんでしょうけども、その原因みたいなのは何だったんですかね。あの、そのなんか DV とかお兄さん、はい、そうですね、うちの母に対してすごく、うん、しょっちゅうだったの。それは入院する前の話なの？入院する前ですね、はい、前に母がやっぱり、母も気づいてないので、うん、そういうことが気づいてなかったので、うん、いろいろ言いに行くわけですよ、うん、兄のところに、うん、そうするとこう、まあ、うるせえなじゃないですけど、うん、え、その時にも DV を見ちゃってる？あ、私ももちろん、もちろん見て、はい、もうそれがもう続く日々が、うん、はい、で私が大学の時ですかね、はいはい、その時にその教育心理学とか、はい、そういう、あの小学校のね、はい、先生になりたかったので、はい、あの教育心理学だとか、はい、あの児童心理学だとか、はい、それ以外にも精神衛生といって、うん、やっぱり精神的なその勉強もしてたんですよ、うんうん、でその精神衛生でちょっと兄の症状がそれに似てたので、うんうん、もしかしたら病気なんじゃないっていう感じで母に話したのが、はいはい、それで病院に行ったという。はい、そうですね、はい、僕もそうでしたけど、まず具体的に言うと昼夜逆転。あ、はい、で昼間寝てて夜起きて、はいはい、目がなんなんと光ってきて、っていう感じです、ね、あ、その通りです、はいはい、本当に。なるほど、まあ、まさに典型的な症状ですけど、はい、まあ、そこからその DV になっちゃって、はい、それでまあダイブしちゃったと、はい、その時にまあ多分相当ああいう、あの僕もそうでしたけど、病気になってるとついDV 働いたりしちゃうんですけども、うん、それ記憶に残ってるんですよね、うん、だから自分の肉親をそういうふうにしたってことがすごいその多分トラウマになってるんじゃないか、うんうん、そういうことが原因で、うん、あの自身に至ったりすることもあると思うんですよ、はい、僕自身もそうなりそうになったこともありますし、ね、うん、病気になる前っていうのはすごい優しいお兄さんだったんですか？あ、そうですね、うん、はい、あのちょうど息子が5歳の時ですかね、うん、でまあ、その年に亡くなっちゃったんですけど、うん、ちょっと前にあの兄はすごくプラモデルとか作るのが好きで、うん、いや僕も好きですけど、まあ、そうですか、はい、うん、いろいろあの飛行機だとか車だとか、はい、あのショーケースに入るぐらいのバーッと飾ってたりしたんですよ、はいはいはい、でその時にあの実家に、うん、あのその息子連れて戻った時に、はいはい、息子も割とそういうの好きで、はいはい、違う、そういうのですね、なんかそうですね、やっぱり今考えそうなんですけど、なんかいいなっていう感じで、はい、多分話してたんだと思うんですけど、なんかあげたりしてて、はい、兄がお兄さんがくれたんだ、自分が作ったのが5歳ぐらいだと大喜びでした。もう大喜びでしたね、はい、もうだからそのね光景がすごく今、うん、印象に残ってはっきり覚えてるんですけど、はい、うん、まあ、そういう優しいお兄さん、優しかったですね、うん、まあそれでまあね、地震に及んじゃったんで、うん、やっぱりその時お母さんどうでした？もう私は結婚して実家出てたので、はい、まあ、その聞いた瞬間の母の様子はわからないんですけど、うんうん、私が初めて会った時はまあ、そんなに取り乱すような感じではなくて、うん、まあ、うん、例えばそういうそのお母さんについてのそういう印象的なシーンっていうのは何かありますか？うん、あの本当に兄が亡くなって、
棺のこう傍らに立って、兄を、ゴロゴロ、そうです、兄を見つめて、もう、ひたすらこう、おなぎじゃなくて、はい、もうそのままじーっとしながら、すすり泣くというか、むせび泣くというか、辛いですね、まあその後いろいろあったでしょうけども、その仕事の方に辞めて、その後その子供たちを、やっぱ幼稚園じゃない、保育園か、あ、そうですね、に行かせるために、まあ、経済的な問題じゃなくて、そういう資格を取って持っておくために、なんかいろいろアルバイトを、これ両親が働いてる子じゃないと保育園には入れてもらえないじゃないですか、だから私も何か働かなきゃと思っていろいろパートとかアルバイトしたんですよね、はい、その例えばどういうパートをしたんですか？もうあの駅ホーム、あ、ホームというか改札口出てすぐ横にあるようなこう飲食店、定食屋みたいな感じでサラリーマンの方が来る、そんな感じのところとか、あとフレンチレストランのホール係だとか、あのフォークとかナイフとか並べ方もこう覚えて、一生懸命あのトレーをこう片手に持たなきゃいけないとかね、そういうのを一生懸命覚えて。怒られたりしたんですか？ありましたね、もうなかなかもう、ね、なんか手が震えちゃったりしてそういうのとか、そのなんか銀行業務、銀行の、そうですね、内部事務とかやりましたね、両替、お金を両替したりとか、その他にあの小学校の、はい、はい、小学校の非常勤、その後結局なんか非常勤講師に戻ったりしてあとは高校の補助教員ですか、それもやったりとか、あと心理、その補助教員をやった時に、ちょっと高校生、割とこう、あ、メンタルが弱っちゃってる子がいるんだ、いるんです、あとなんか突っ張ってる子とかいて、授業サボったりとか、バイクに乗ってくるくるとか、そういう子がいたりして、そういうのをやって、あのちょっと休学じゃないですけれども、普通のクラスじゃなくて、その補助教員がこう一緒についているクラスに来たり、クラスというか個人的に来たりするんですよ、その子の話を聞いてあげたりとか、そういうの、じゃあそういうのに資格が必要だったんだ、でそこで、あ、私心理カウンセラーもやりたいなって言って、そこでちょっと心理カウンセラーの資格を取ったりして、心理カウンセラーになった。じゃあ子供のそういう話を聞いたり面倒見たりするの好きなんだ。好きだったと思います、っていうか今も好きだと思います、はいなるほど、それからこうだん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 、そのどういくのかな、例えばその別にその仕事は経済的な問題じゃなくて、その、アカウントっていうか、そういう資格を取るために、資格を得るために、あ、保育園のね、はい、得たわけで仕事やってたわけですね、その後まあ子供がほらもう保育園も卒園しちゃったら、まあやることなくなっちゃうわけじゃないですか、別に必要なくなっちゃうわけじゃないですか、そうですね、卒園してから、その非常勤講師だとか補助教員だとか、心理カウンセラーの資格だとかを取って、その後シニアタレント募集、あ、そうなんですよ、で心理カウンセラーになったはいいですけど、臨床心理士という国家資格じゃなくて、一般の資格だったので、なかなか来る方もいなくて、で何気には一応主婦もやってましたので、今もやってますけど、あのチラシをこう毎日見て、見てたらシニアタレント募集っていうのを見つけて、あ、これだ、私これやるしかないみたいな感じ、これっきゃないと思う、それはなぜ、いや、小学校6年の時に、アイドル歌手になりたいと思った時があって、でもそこ諦めたんですよ、ちょっと無理かなってね、で、その後に小学校の教員をやってる時に、市民劇場といって、月に一度、有名な俳優さんの舞台を見に来てくださるっていうのがあって、それに母と一緒に入って、月に一度舞台鑑賞してたんです、その時に見た「孤舟の岸」という舞台、
杉本園子さんの作家で、うん、それその印象が残ってて、はい、多分シニアタレントになりたいんだなって思ったと思うんですね、うんうんうん、その時の芝居は覚えてますか、内容。あの 今言うのは何なんですけど、内容よりも内容はほとんどなんか覚えてなくって、主役の人そうなんです、あの竹脇村さん、あの主役はあの森重久弥さん、はいはい、で竹脇村さんがいて、その2人のに憧れちゃった、演技の素晴らしさ、おそれに感激感動した方が大きくて、うわこれ素晴らしい。あ、まあその内容は僕ちょっと調べたんですけども、薩摩義士、要するに木曽川の治水工事を幕府から無理やり命じられて、あのいじめ抜かれる、あの薩摩藩の姿なんですね、藩主の姿の、はい、まあ、薩摩さんを潰そうっていうか経済的に、あ、今聞くとそんなような感じだったかなって、はい、いう話でしたね、はい、まあとにかくそれを見て、まあ、感激して、はい、うん、まあ、そういうのも頭に残ってたんだと思います、はいはい、でシニアタレントになろうと、はい、で入ったと、はい、オーディション受けたと、受けましたね、どうでした、これもね、私肝心なところやっぱり覚えてないですね、あんまり多分台本を読んだりとかそういうのあったと思うんですけど、はい、その内容とかは全然覚えてなくて、大きなこう 会場じゃないですか、はい、待合室じゃないですけど、はい、その待合室も広いんですよ、はい、100人ぐらい、はい、そこで座ってひたすら自分の順番が待つのを緊張しながらこう待っていたっていう印象が、その待合室の方がそっちの方がもう印象深いです、なるほどね、はい、まあそういう、まあ、何百もいる、うん、ところで緊張しながら待ってたと、はいはい、でその後合格するわけですか、そうですね、はいはい、でどうでしたその後、まあ、シニアタレント、まあ、まあ合格して合格、うん、その後に練習するわけじゃないですか、はいはい、レッスンも、はい、まあ、逆にお金稼ぐんじゃなくて、はい、お金を払う方になるわけですよね、レッスン料とか授業料は、そうですね、はい、がもう出ていくばかりでしたね、うん、はい、でまあ最初の何年間泣かず飛ばずでしょ、5、6年6年みんなお金が出ていくばっかりで、はい、タレント業としてお金が入る人がほとんどない、なかったです、はい、でもどうでした、それみんな、まあ、ご自身も含めてこう、うんうんうん、まあ、泣かず飛ばずでもこうやるわけですよね、うんうん、はい、でだん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 とこう、まあ、口のあれが歯が減っていくようにコロコロ抜けていきながら、うんうん、だん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 こう仕事が入ってくるようになるわけじゃないですか、うん、どうでした、入りました、うん、最初、いやでもうん、本当にそんなにいくつかっていうか、本当エキストラぐらい、はい、まあ、結局はまあそういう形しかない、はい、まあ、そこに頼ってたらないわけですよね、うん、だけどやっぱり今俳優さんに少しずつもうある程度もう中堅クラスみたいな形でまあなってるとは思うんですけども、うん、少なくとも僕は起用しようと思ってますけども、そのなんていうのかな、うん、そういう演技の基本を学んだ後やっぱり実践しなきゃなんないわけです、はい、どんな感じでやったんですか、うん、どんな感じなんでしょうね、まあ、例えば僕なんか映画監督やってますから、俳優さんの人づてに噂は聞くんですけども、その時に新海さんの話を聞いて、新海さんはいろんな監督のとこ行ってレクチャー受けてるよとか、この前もここで会ったよとか、いろいろ熱心にやってるってことがたまたま聞こえてきたりするんですよね、方に会ってお話しするのが好きっていうのもあるかもしれませんね、うんうん、いや私よりももっとすごい人もいらっしゃると思うんですよ、はいはい、うん、でもまあ人の話を聞いて損はないと思うんですよね、はいはい、やっぱりね、いろいろな方、はい、ね、生まれも育ちも違う方、うん、ね、いろんな環境の方がいて、うん、そういう人たちのこういろんな話を聞くのってやっぱりね身になると思うんで、はい、いや僕なんかに言わせればね、やっぱり俳優さんっていうのはもう演技力ももちろんですけども、うん、
っぱり運もあると思うんですよね。あつまりそのいい人間にどれだけあるかってことですよね、はい、でどれだけ起用されるか、っていうことがやっぱり絶対必要だと思うんですよね、それなぜかっていうと、もちろんそのには人格的にも優れてなければならないし、真面目でなければならないし、人付き合いも良ければならない、っていうことがある。それになおかつ演技もやっぱりレベル以上でなければならないと思うんですよね。だからそういうことで言えば新海さんは、まあ、クリアしちゃってるなと思うんですけども、そうでしょうかね、そう言っていただけると嬉しいんですけど、まあ、今回そのこだわりラーメン本舗についても、お母さん役で、まさに以前体験した DV のシーンまであるぐらいなので、その時に新海さんは僕とそのはじめ僕は全然新海さんのことは知らないんで、DV のシーンやってもらってびっくりしたんですけど、すごく迫真の演技ができたんでね、だからそういうことも含めて、もう今日この話をね聞いてびっくりしたんですけども、どうですかそのなんていうのかな、なんかそういうお兄様との関係で僕との巡り合いみたいなのがそうですね、導かれてきたみたいなところはありますか、そういうふうに感じましたね、だ最初、この作品は、こだわりラーメン本舗の作品を、シナリオを見ていただきましたね、見て、それでお母さん役最初はもう、えっていう感じで驚きしかなかったですね、まさに何か私体験してきたことじゃない、みたいな感じで、でその後に、あこれ私がやるしかないじゃなくて、私のための役だと思って、そういうふうにもう、なんか運命的な出会いを感じましたね、その僕は全然そういう新海さんのことは知らないんで、全然普通に「あお母さん役でお願いします」って言って、そんな体験もあるとは知らないから、で現場に行って、ね今年だか去年の中に最初のシーンで撮影したじゃないですか、その時びっくりしたんで、なんでこんなにすごいのって思いましたけども、そういうことがあったんですね、まさにこう神様が巡り合わせたというか、その通りだと思います、エンカウンターっていうことですよね、ただそれはやっぱり縁もあるし、運もあると思うんですよね、月です月、その月っていうのはやっぱり真面目さとか、ひたむきさとか、そういうものから引っ張ってくる、っていうところを僕感じますね、いろんなねそういう経験した人もいっぱいいるし、だけどなんで新海さんに巡り合ったかがですよね、分かんないわけですよね、それはやっぱりもう昔から何億年も宇宙創生の時代からプログラムがされてたしか僕には思えない、逆に言うと僕自身も精神病院に入ってそうやってきた体験から、まあここにそのこの話にクローズアップすればこのためにそういうふうな病気をしたのかなとも思いますし、まあ新海さんもそういう体験したのもそうだ、まあこのシナリオに巡り合ったっていうことにクローズアップすればっていうことで、だからそこに僕なんかは神の力みたいに感じるんですよね、運命の力というか、そうですね、神の手というか運命の手という、本当にねだから僕としては嬉しい限り、なぜかというと、僕自身がそういう精神病院に入ってそういうストーリーを作りたくて、シナリオから何か全部書いて用意してきたわけです、そこにやっぱり迫真の演技のできる同じような体験を持った女優さんなり俳優さんが参画してすごいものができたらそれは嬉しいとしか言いようがないじゃないですか、お互いにいいものができればね、まさにこうジグソーパズルの一つがガチッとはまったような気がしますよね、兄もね、天国から果ての上から多分喜んでると思います、ほら
この企画書を新海さんが僕にくれた時に、はい、口外しないでくださいっていうようなことをおっしゃってましたけども、うん、もう、はい、監督に、はい、うん、まあ、その時まではその、オープンにしてもらうのかな、苦しいなっていうか、そのあんまりしたくないっていう気持ちがあったんでしょうけども、そうですね、うん、したくないのもありましたし、うん、しちゃいけないのかなっていうのがかえってあったんですけど、うんうん、でもなんかやっぱり兄の立場からすると、うんうん、自分はちゃんとね、何年かでも、うん、大丈夫ですよ、ないと生きていたんだよっていうことは、はい、うん、そういうふうな気持ちでいたんだなと思う、はい、やっぱりそのお兄さんもそういうなんていうのかな、優しいところがあって、で自分の存在がやっぱりないっていう否定されるよりも、今でもそうやってね、心の中に、家族の心の中に本当に永遠の命を持って生きてるってことはね、あると思うんですよね。それがこう新海さんが僕と会ってこうやってドキュメンタリーを作ることによって発表されたってことは、発表されるってことは僕としてはすごい意義があることだと思うし、うん、兄もね、ま、はい、だから喜んでくれるんじゃないかなと思って、はいはいはい、本当にそこで決断してくれて僕に企画書を送ってくれたので、本当に僕も嬉しく思います。まあ、これからねそういうことを縁として、また僕の監督業の中の制作の部分で新海さんも対応したいと思いますので、一つこれからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、それはね、お兄さんの導きも多分あると思うんですよね。本当に本当に、はい、感謝ですね。縁感が感謝するしかないということで、はい、じゃあこれで、はい、また今日終わります。はい、どうもありがとうございました。Let yourself believe.